皆さん、はじめまして。今日は友達と一緒にファンミーティングに行ってきました。まず、10時半に家を出てバス停に行きます。今、バス停行ってバスを待っています。その間から竹宮公園までバスに乗っていきました。今はバスに乗っています。それから竹宮公園からファミテック会場へタクシーで行きました。私はとても緊張しています。今はファミテック会場に到着しました。ユース会社は皆さんとてもハンサムで気さくな人ばかりでした。おしゃべりもしますし、写真はたくさん撮って、近くで見ることもできるので、とても楽しいですよ。たくさんの人がいて、とても賑やかです。今は家に帰っています。とても楽しい一日でした。以上です。ありがとうございました。